あの不本意ながら、うん、本当はこれは最弱王を決めるっていうのがこのチャンネルのメインルールなんですけども、まあ、まさかの1回戦で先生と青空くんが負けちゃって、そんな決勝戦誰が見るんやっていうところでもう急遽変更で、はい、どっちが本当に愛があるのかっていう、うん、そのふるさとを決める、はい、チャンピオン決定戦です。はい、はい、もうこれは負けられないですよ、ね、うん、でそれで、はい、敗者も決めなきゃいけないんで、うん、最後に滋賀対岡山の1問ずつのサドンデス対決を最後に持ってきますけど、はい、罰ゲームするために、うん、こうチャンピオンね、はい、うん、プライドをかけて、うん、さあじゃあ できた早速、はい、そう、これ何問ですか。また3問、これ3問ずつ、はい、6問ね、はい、うん、千葉県は学校での出席番号があることを基準にしていますが、次のうちどれでしょうか。1番身長順、2番五十音順、3番誕生日順。2番と3番だったら普通だけど、1番が身長順、身長順で2番が五十音順、3番が誕生日順。別にそのびっくりしなくても何でもないよ。俺だって小学校の時、うん、あいうえお順 で、はい、で中学校の時誕生日順だって。へー、でもどっちも6番だって俺。あ、そうなんですか。さあ、うん、も何気に早いやん、はい、で俺5月だから何気に早いやん、うん、俺どっちも6番だって。へー、どっちも6番じゃん、出席番号みたいな。へー、でもそんな当たり前やん、うん、これにしよう。俺私もこれにしてみよう、うん、はい、せーの、1番誕生日、身長順、誕生日。へえ当たり前すぎて。いや、ごめんなさい、私は静岡は五十音順だったんですよ。それが当たり前らしいですよ。そう、全国は五十音順が当たり前なんですけど、誕生日順は俺の誕生日順だもん、小学校の時で。徳島がそうってこと。徳島も珍しくもなんともないよ、その問題。いやでも、で佐藤さんが誕生日順もあるから、うん、あ、じゃあ誕生日順はじゃあ珍しくはないんだ。当たり前じゃねえか。誕生日順が一般的らしいです。へえ、当たり前じゃないから、誕生日順だから徳島。なんなんそれ。珍しくもなんでもないねんて。変わらない、うん、イエーイ。ちょっとなんか出題者に難ありやな。はい、じゃあ次宮城県の問題です。宮城県が生産量全国1位を誇る野菜は次のうちどれでしょうか。野菜、1、パプリカ、2、ピーマン、3、トマト。あ、もうこれは分かんないわ。パプリカ、ピーマン、トマト。トマト、これ知らない。知らんの。うん、俺も知ってる。え、本当ですか。基本や、宮城県といえばですよね。これ以外ないやろ、逆に。宮城でこれ名産あったっけ。何しよう。せーの、トマト、パプリカ。正解はパプリカです。イエーイ。そうなの。そう、パプリカ花が咲いたら。でもあれ宮城の歌じゃないですよね。宮城はもう喜んだんだから。そうなんですか。え、これ本当知ってたんですか。うん、あ、知らなかった。まあ、知ってたっていうか、トマトは絶対ないと思ってた。あ、そうですか。やっぱ夏野菜じゃん、うん、トマト、はい、ってなった時に東北でっていう。あ、まあ、そっか、確かに。もう全然わかんない。パプリカの取材行ったことない。もう俺は出題者の意図を読んで、はい、ここにパプリカ普通入るかっていう。あ、なるほど、そういうところ。ここに置いてよ。自分ばっかり俺も消すねんから。いきます、はい、テリン、千葉。千葉県といえば何ですか。あ、遊ぶところはディズニーランド。はい、そのディズニーランドから出題します。はい、はい、ミッキーマウスの誕生日を掛け合わせ。知らない。いい問題。じゃあ選択肢やった方がいいですか。それはあった方がいいよ。かわいい。三択の、そんなの分からんよな。はい、お願いします。じゃあいきます、うん、1番5月の6日、うん、2番12月14日、うん、3番11月18日。この3つから選んでください。俺もできた。これもう直感ミッキー、はい、これはなんかデビュー作品での日がつく日らしいです、ね、あ、そうなんだ。じゃあこっちにしよう。はい、せーの、11月14日。正解。イエーイ。いやもう絶対に抱くやん。え、じゃあ私5月か11月にしよう。俺5月絶対違うと思ったもん。でも最近話題になったりはしないから、まあ、5月は違うかなと思ったから11月にした、うん、じゃあ次、はい、宮城県問題。私千葉しか取ってないんですけど。いきます、はい、宮城県の町の統計データランキングと2024、うん、総人口が多い町、うん、これの1位から5位までは仙台市、
僕は何々区っていうのが入ってるんですけど、うん、6位に入る市、うん、どこの市でしょう、っていう6位を当てるってこと、6位当てると、はい、何市かってこと、はい、これ選択があった方がいいですか、5位までが仙台市だから6位は南区とかなんとか区とかとかってことか、あ、そうかそうか、あ、私多分分かるね、私多分分かるな、さっさと上げてるんで、じゃあ、うん、え、待って、でも6年で変わってないかな、人口だけ言いましょうか、いいよ、言わなくても、言っても分かんない分かんないです、ね、大体俺だって宮城の死因分かんないもん、多分合ってると思うな、はいはい、せーの、石巻、名取市決めたところ最近出たところ知らんちゅうね、石巻じゃないですか、石巻、よっしゃー、イエーイ、知らんて、市の名前、そもそも石巻はもうだってもうめちゃくちゃ有名じゃないですか、でもだって徳島で、はい、って言われたら分からないの、市、徳島市以外で、阿波、阿波市、ほぼ人いないよちなみに8位です、さあさん、お、いいじゃん、名取、まあ、近いですからね、うん、ここからね、はい、1対3ね、1対3、うん、よし、まだちょっと緊張感ないな、はい、負けるとね、罰ゲームがないからでもやっぱ私は宮城に愛を伝えたいから、伝えたい、はい、静岡には会いないけど、ちょっと分かんなかったですね、やっぱここまでだと全然、で千葉ロッテマリーンズ佐々木朗希投手のプロデュースしている佐々木朗希の岩手白の新ハンバーグ&カルビ焼肉オーバーライスというものが売られているそうなんですね、球場に、うん、球場飯で、うん、いくらで販売されているでしょう、税込み価格で答えろ、そうだ、もう野球の話ちゃうやえ、何丼、ハンバーグ&カルビ焼肉オーバーライス、ちょっと写真だけ見せてよ、うん、あー、普通だな、なんかこう豪華って感じはないんだ、全くない、ただのランチボックス、ランチボックスな感じだ、まあ、ただのランチボックスだと、角野心プロデュースの佐々木朗希さん選手のプロデュースで、はい、角野心がハンバーグ&カルビ焼肉オーバーライス、ちなみに販売場所は焼肉も乗ってる、はい、フロント位置とライトスタンドが下に売られてるそうなんで、ぜひ、よし、できた、俺これやと思う、え、これ近い方が勝ちなん、もちろん近い方がドンピシャだったらドンピシャで2点しましょう、ドンピシャ2点、はい、待って、焼肉とハンバーグ両方入ってるんでしょ、はい、はい、いい、はい、せーの、じゃん、1200円プラス税、なぜなら17番だから、あー、1700円の税だった、1870円、うん、正解は1800円、イエーイ、税込み1800円で売られてるそうです、税込み1800円、超似合う、似合う、めちゃくちゃ似合う、超似合うっすよ、え、これやっぱ背番号にかかってるの、そこまでは書かれてないです、いや、背番号にかかってるんだったらやっぱ1700円プラス税にしなきゃいけないから、うん、かかってないんだ、かかないんだ、うん、1800円税込みで売られてる、うん、1800円、はい、俺自信あったんだよ、俺知らなかったけど、絶対1700円やろうっていう背番号、高松さん、俺も消したいからね、そなんかね、こっちを、ね、こういう系のやつを見た友達が、うん、私が毎回こうやって置いて、佐藤さんがこうやって取りに来るのが面白いって言ってました、優しさ1ミリもないで、今ももう常にそっち持っていこうというか、さあ最終回、お、最終問題だ、はい、最終問題です、はい、超ビッグゲームです、すげー、1点差なのに超ビッグゲームです楽天からの問題になります、はいはい、楽天の歴代4番打者、うん、外国人選手、うん、勝てるだけ関係4番の外国人あー待って、1試合でも4番を打ってたら OK です、難しくて、そうなんで、これ一人知ってる、あー、またこれ、この人4番やってるかな、分かるけど名前が分からへんねんな、この人4番打ってんのかな、これってマイナスあるよね、うん、じゃあもうこんだけにしとこう、私も、うん、めちゃくちゃ少ないかも、俺は全部で 1,2,3,4,5,6,7 人書いてる、7人も書いてる、うん、私4人しか書いてない、せーの、待って4人でいいかな、もう言ったからだって、僕あるで、俺も7人から、せーの、じゃん、俺はアンジェル・ジョーンズ、マギー、ロペス、ペゲーロ、セギノール、ユーキース、フェルナンデス、私はペゲーロ、ウィーラー、アンドリュー・ジョーンズ、マギー、じゃあ、いただきます、ウィーラーはどう、どう、ロペス、おー、すごい、さすが、対戦してるから、さすがトレーシー、トレーシー、知らない、ごめん、知らない、フェルナンデス、フェルナンデス、はい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 、リック、あ、リック、あ、リック4番入ってんだ、俺、リックは入ってないと思ってて、入ってないと思った、2試合入ってんだ、あ、そうだ、勝てばよかった、セギノール、はい、セギノール、はい、ルイーズ、私わかんない、ガルシア、あ、テレーロ、ハーパー、ハーパー、アンドレー・ジョーンズ、はい、アンドレー・ジョーンズ、はい、
マギマギもやっぱ嫁やってんだ。ラッツラッツ五試合や。ラッツ懐かしい。今自分ボーカーボーカー、あー、ジャイアンツにいたな。ペイニャ、あー、ペイニャね、ペイニャいたわ、ペイニャ。サンチェス、サンチェス、ウィーラー、ウィーラー、アマダ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 いたわ。出てこなかった。ペゲーロ、ペゲーロ、ペゲーロ、ディクソン、あー、でブラッシュ、ブラッシュいた、ブラッシュいた。ね、なんでこんなに出てきてないんだろう。ロメロ、ロメロね。あ、あ、ユーキリス打ってないんだ。あとフランコですね。フランコ、フランコ、ユーキリスは入ってません。あ、じゃあ俺1、2、3、4、5、6、5点、5点、私4点。あ、同点だ。あ、同点、同点だ同点だ、今。じゃあもう2人愛があったでいいな。いいですね。どうせ別に負け何もないしね。そうですね。しかも俺次行かなきゃいけないし。はい、ということで、7点ずつ、うん、7点ずつ7対7で引き分け。あ、これでいいね。もういいです。どっちもやっぱ愛情あるってことでね。あるある。でもね、ちょっとね、懐かしい、懐かしいし思い出せなすぎてちょっと悔しい。ペーニャいけたな俺。ペーニャ、え、ペーニャとあとリックね。そう、 リックは入ってないと思ったんだよ。あとアマダーも悔しいし、そう。俺の何、ロベツすごくない？すごい。1年目すごい。1年目のロベツ。ペーニャ、アマダー、ユーキリス打ってなかったから俺打ってんかなと思った。あんまり試合出てないからね。あの、ほぼ出てないですね。はい、はい、さあ、ということで最下位決定戦1問ずつやります。はい、はい、いいですか。最下位決定戦、はい、はい、おまけです。いきますよ。はい、おまけです。まず滋賀県から、琵琶湖の大きさ淡水湖で世界何位でしょう。はい、知らない。近い方が勝ちです。ドンピシャだったら2ポイントです。世界何位か、世界何位、淡水湖ね、塩湖入んない、うん、淡水湖で世界何位か。あ、ユニ塩湖みたいな塩湖じゃなくて淡水湖。そう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 、淡水湖で世界で何位、琵琶湖。はい、近い方が勝ちです。ノーヒント、はっかけ。まあ、ただのだってお前、俺、はい、いいです。ほら、勘だな。はい、せーの、じゃん。10位、6位、正解は129位で先生。そんなことない。嬉しくないよ、こんなに。じゃあ、岡山県の問題です。はい、岡山県の総人口、はい、2023年調べで何人でしょう。近い方が勝ちです。万だからね、まあ、何万だから、何万人か、うん、だいたいここよりは大きい、少ないとか。ここね、沖縄より多いんかな。沖縄の人口は大体わかる。もう知らないです。大体がわかんないですよ。でもこれで青山君取っちゃったら、まあ最初問題あるから。大丈夫、あります。うん、え、大丈夫。はい、はい、せーの、80万人650万人正解は184万人。よし、お二人の話しすぎじゃない。何やってんだよ。こっちが近いね、マジで。近い近い、まだ近い。全然嬉しくない。俺650万人や。そんないないって。そんなおらんか。じゃあ1対1、1対1。じゃあ最終問題です。はい、この問題、第2のふるさと千葉県、宮城県、岡山県、滋賀県でやってきましたけども、はい、この都道府県面積の広いランキング、千葉、宮城、岡山、そして滋賀、大きい順に順番で書け。あ、はい、面白い。これはもう勝負つくっしょ。うん、つきそう。まあ、ちなみに一番広いのは北海道です。はい、次が岩手じゃないですか。そうです、うん、はい、で一番小さいのが香川県です、うん、何気に東京は沖縄よりも狭いです。おー、まあ、離島あるからね。あ、そうですね。はい、はい、はい、せーの、じゃん、はい、宮城、岡山、滋賀、千葉。え、これ大きい順。僕はこうじゃます。千葉、宮城、岡山、滋賀。千葉でかいの。いきます。一番大きいのはその4県でいうと宮城県、おー、岡山県、はい、千葉県、滋賀県でした。おーす、青空君の勝利。やったー。千葉そんなちっちゃいんや。よっしゃ、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、さて罰ゲーム。はい、そういうことで、くすっと笑えるネタをやりたいと思います。よろしくお願いします。はい、皆さん、大切なことわざってわかりますか？ん？そう、見ざる言わざるエグザイル。ありがとうございました。いいじゃん。